こんにちは、矢沢健一です。今日は甲子園球場のですね、阪神対、ヤクルト戦をお送りします。阪神の先発は、2年目のですね、西純矢投手です。岡山県の創志学園高校から入った甲子園でも活躍したピッチャーです。そしてプロ初登板、初先発を迎えました。2年目の19歳ですから、ヤクルトの奥川投手とか、先日好投もしましたロッテの佐々木朗希投手、そして今オリックスで随分勝ってます、4勝ですかね、宮城投手、みんな同級生ですね。一方ヤクルトは田口投手が先発しました。さて、西純矢投手の立ち上がりに注目です。いきなり山崎選手、そして2番の中村選手にフォアボールを与えます。ノーアウト2塁1塁からですね、3番の山田選手にはセカンドフライで打ち損じたのかな。村上選手もセンターフライ、そしてオスナ選手はサードゴロ、いきなりピンチを迎えましたけども、なんとか0点で、しのぎました。しかし1番から5番まで全てフルカウントピッチングです。もうベンチはすぐさま、ブルペンに電話をするほどですから、やっぱり心配ですよ。2回も先頭の青木選手にフォアボール、なんせ初登板初先発ですから、まあ緊張もしますしね、まあ過度な緊張ですよね。なんせ、初回から頼るボールはストレートしかないんですから。しかし、フォアボールに出しましたけども、サンタナ選手を、463のダブルプレーで打ち取りました。結局2回もゼロで抑えまして、3回は9番から始まりましたんで、力みが少し取れてきたようです。だから3回は三者凡退ですよ。4回はですね、2巡目の、クリーンアップを迎えます。山田選手がちょっと当たり、バットをね、ちょっと出しただけなのに、まあ、当たり損ねのピッチャーゴロに倒れまして、4番の村上選手はレフトに大きい、フライでした。フェンスギリギリでサンズ選手が、後方しまして、5番のオスナ選手も、サードゴロに、打ち取って、この4回も三者凡退。村上選手にはですね、変化球もこう交えましてね、ちょっと余裕が、出てきたのか、キャッチャーの際にもちょっとこう首をね、振ったりしてましたけども、その辺は、多少大物感はあります。5回も1人フォアボールで、出しましたけれども、この回もノーヒットで、抑えきりました。5回を投げ切ってノーヒットピッチングです。西純矢投手は整理しますと、5回ノーヒットで87球ですね、87球を投げ切りました。そして5回裏、打席が回ってくるということもあってですね、原口選手が代打に、まあ、送られまして、まあ、5回で、まあ、責任投球回数をやり遂げたというような西純矢投手です。そしてこの代打を送られた後、1番の近本選手はですね、2球目の田口投手の、フォークボール、ちょっと浮きましたね、フォークボールが。それをライトスタンドに、近本選手は放り込みました。虎の子の1点が入ってですね、がぜん西純矢投手にですね、勝利投手の権利が生まれました。というよりも、近本選手は西投手に勝ち投手の権利を送ったということでしょうかね。
近本選手がホームランを打った瞬間、ベンチで戦況を見守る、西純也投手は持った瞬間、満面の笑みを浮かべておりました。この後阪神は2点を追加して、3対1で、勝利しまして、西純也投手に、初登板、初先発、初勝利が舞い込んで、きました。舞い込んできたと言ってもいいかな。まあ、内容的には、思ったようなピッチングはできなかったもののですね、しかし初登板ですから思ったように投げれる、2年目の選手、まあ、新人みたいなもんですからね、そういうようなピッチャーはほとんどおりませんよね。ただボールをこうね、置きに行くことなくですね、腕を振り続けましたよ。だから時折、コーナーに決まるストレートは非常に力がありました。ヤクルトのバッターも押されるほどでした。まあ4回5回とですね、カーブ、スライダー、そして、フォークも、時折見せまして、三振は1つしか奪えませんでしたけども、フォアボールを4つ与えましたけども、5回立派なピッチングだったと思います。スタンドには観客制限もありますけども、なんか岡山の創志学園の、なんか、看板とか旗を持って、応援、してるですねファンもおりました。岡山から駆けつけたんでしょうね。そういう意味では西投手初勝利です。ウィンニングボールをどうするのかな、次回の登板も楽しみです。おめでとうございました。今日は甲子園球場から阪神対ヤクルト戦を、ヤクルトのことあまり言わなかったけれども、阪神対ヤクルト戦をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。